さあ先頭は7番の三谷ですが、1番の郡司、犬伏に蓋をする形で4番手外。さあ残り2周のホームとなります。先頭7番三谷のまま5番の東口と近畿の2人、短期3番の新山が3番手、その後ろには外には1番の郡司。さあ1番の郡司が踏み込んでいきます。1番の郡司が踏み込んで一度切って先頭に変わった6番8番と南関東勢で出しを迎えます。その後ろには2番の松浦、後方からやってきたのは9番の犬伏です。続く4番の小倉、徳島の2人、1番の郡司が逃げていきます。9番の犬伏がねじ伏せて残り1周の方も通過。4番の小倉は少し口が開いている。2番手に羽ばったのは1番の郡司、6番の内藤、8番の和田、後方から2番の松浦、短期でやってくるんですが9番の犬伏が逃げる。残り200を通過したところ、9番の犬伏が先頭詰め寄る。1番の郡司、4コーナーから直線コース、1番の郡司がトライにかかる。続く6番、外からは2番も突っ込んできて1番の郡司前で構えるのは短期1番の新山、後方から上昇開始7番の島川、4コーナーから直線に帰ってきて残り2周のホームとなりました。さあ7番の島川は中段への動きか、下げていくのは6番の池野です。さあ前から4番手となった7番の島川、上がってきた6番の池野に合わせて出ていくんですが、さあ6番の池野が先頭に変わって間もなく打者を迎えます。6番池野が前を叩いて9番山本、2番の東口と近畿勢、その後ろ4番手には1番の新山となっている。後ろ5番の宿口がその後ろ残り1周のホームを通過しました。逃げていきます。6番の池野、7番の島川、前から7番手。さあ1番の新山が短期でまくってきた番手から9番の山本がまくっていく。さあ1番の新山がまくりきって先頭に躍り出た。山を越えてくるのは7番の島川ですが、どうか。4コーナーから直線、1番の新山強兵、強い、突き放しての1着2着はどうか。うまくコントロールしていきたい5番の中田が番手で、関東の2人が上がってきました。残り2周のホームとなっています。さあ6番の中島が一度前を抑えて先頭、5番の中田が続く関東の2人、4番の林も続いていくんですが踏み込んでいくか。さあ4番の林が先頭に変わったんですが、続いていく1番の太田、打掌前に出ていく。さあ1番の太田先頭で鐘を聞いていく。2番手には7番の小倉、8番の木村、徳島トリオが逃げていきました。4コーナーから直線に帰ってきた6番の中島がまくり上がってくる。後方から9番の郡島上がってはくるんですが、逃げる1番の太田。さあ山を乗り越えていくのは9番の郡司、公平捉え切りそうだ。さあ残り200を通過したところ、9番の郡司公平が先頭に変わって、番手には3番の内藤、1番の太田は4番手、その後ろから7番の小倉も突っ込んでくる。4コーナーから直線、9番の郡司が先頭でのゴール。先頭誘導員の後ろには9番の坂本です。さあ5番の窓場が上がってきて、9番の坂本は車間を空けています。残り2周のホームとなりました。上がってきた4番の野口、さあ4番の野口が抑え返して先頭、2番8番と南関東勢が出て、7番の犬伏は下げて前から8番手となりました。先頭4番の野口で間もなく打掌。さあ4番の野口も吹かせていく。2番和田、8番島津と南関東勢、中段4番手には5番の窓場となっている。その後ろからやってきた7番の犬伏がやってきて、残り1周のホームを通過したところ、4番の野口が逃げていきます。7番の犬伏現在3番手、外まで上がってきた。番手でブロックを見せる2番の和田ですが、それを乗り換えた。残り200を通過したところ、7番1番と人気の中四国コンビができた。この2人のマッチ勝負か。3番手には2番9番と、4コーナーから直線コース、7番の犬伏が振り切って1番2着1番3着9番。
さあ4番の宿口が上がって先頭1番犬伏の横、さあ後方から9番の新山も上がってきました。残り2周のホーム、9番の新山このまま出ていく。さあ9番の新山が前に変わった、1番の犬伏は引いていくか、6番の坂本を拭って1番の犬伏、さあ打掌前に1番の犬伏が出た、続く5番の小倉、勝負の鐘が入りました。1番5番8番と徳島トリオ、その後ろには9番の新山となった6番の坂本が続く、青森の2人、残り1周のホームを通過したところ、前から6番手には3番の松浦、その後ろに2番の郡司となっている。逃げる1番の犬伏、中段3 4番手からまくってきた9番の新山、残り200を通過したところ、9番の新山がねじ伏せました。さあ番手には3番の松浦、4コーナーから直線コースへ、2番の郡司も突っ込んでくる、3番2番のマッチ勝負もどうか。Oh, my God.